ちゃんをシーツに漏らしてしまうことっていうのはあります。合成シーツを下に入れてます。便座にもうんちちゃんがいっぱいついてたりするんです。おトイレ専用バッグくらいの勢いでなってるので。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はちょっとなか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 なタイトルになってますが、うんちちゃんを漏らしちゃったらじゃあどうしたらいいかっていうのをちょっとできる範囲でやっていこうと思います。やっぱコメントにもいただくんですね。排泄障害があってトイレが不安で漏らしたらどう処理していいかわからないっていうコメントをいただきます。私自身も初めて一人で便の方を漏らしちゃった時に、どうやって自分で片付けるの？それが家の中であったり出先であったりどうしたらいいのっていうのを思いました。でもそれを人に聞くというか、そんなことを経験してる人もいないと思うので、なかなか聞くこともできないし、ましてやそれを映像にしてる人なんて絶対いないので、自分でこうしたらいいのかなっていうのでいろいろ工夫しながらやりました。ということで今回は一人でね、まあ状態的には私と同じくらいの状態の方とか、まああと一人暮らししてる方とか、自分の身の回りを一人でできる方用にはなりますが、もし一人でうんちちゃんを漏らしたらじゃあどうお片付けするのかっていうのを私なりのやり方でお伝えしていきたいと思います。ではまず一人暮らしをしている空間の中で、寝ている時、寝ながらお腹がギルギルってなって夜寝てる時にうんちを漏らすこともありますが、じゃあそれの時はどうしたらいいかっていうのをやっていきたいと思います。基本的に尿取りパッドを夜カテーテルをつないで寝たとしても、一応漏れ防止で絶対尿取りパッドをつけてはいます。ですが横漏れであったりっていうので、うんちちゃんをシーツに漏らしてしまうことっていうのはあります。じゃあその時どうするかっていうことなんですけども、はい、寝室にやってきましたが、まず布団なんですが、私がちょっといろいろ思ったのはシーツ類、まあ掛け布団もそうですし、まあ、それこそシーツは白、真っ白がいいんじゃないかなと思います。まあ、その理由はちょっと後でからお洗濯の時に言おうと思うんですけど、まず絶対私は白がおすすめです。で基本的に、まあ、ボックスシーツとあと下に、おねしょシーツというか防水シーツを敷いていますね。でもし寝ながら漏らしてしまったっていう場合は、もうシーツは仕方ないのでこのまま起き上がって、でベッドサイドにこういう風に入れ物を準備して、入れ物？棚があります。でこの棚の中に、お尻拭きであったりあとは防水シーツなどがあるので、これを駆使して車椅子にまずは汚れないように防水シーツを敷いて、まず車椅子に乗り移るっていうことをします。でその後はもうお風呂に直行して、家にいる場合はお風呂でもう体を洗った方が早いので、お風呂に直行して体を洗います。で汚れたシーツたちはもう洗濯機に回すんですけど、その前にまずはお湯でしっかりもみ洗いを、うんちちゃんたちをねある程度落としたら、このキッチンハイターにもうつけ込みます。洗面台であったりバケツを準備して、その汚れた部分をもうガチガチに漂白します。だから白の方がいいんですよ。このキッチンハイターを使うともう色物はもうすぐ色が飛んじゃうので、このキッチンハイターを使うためにはシーツ類は真っ白が私はおすすめです。つけ置きして、洗濯編で言ってた、まあ、洗剤は私ナノックスなんですけど、それを使うと基本的に残ってないなと思います。服の場合、服を汚してしまったっていう場合はこっちですね、前も教えましたけどワイドハイター EX、 やっぱこっちとこっちを比べた時に私個人的にはやっぱり威力はこっちの方が強いんですよ。でも
入れ物にはこっち使えないので、うんちちゃん漏らした時はやっぱりこっちで、同じようにお湯洗いしてから漬け込みっていうのをやっています。そうするとあまり、その服が汚れるってことがありません。ただ服の素材に注意してるんですね。基本的にはナイロン素材というか、ちょっとサラサラした状態、今こういうニットとかね、綿類っていうのがなかなか染み込んじゃうと取れないんですけど、ナイロン類って、なんかこうシワにならない素材のようなパンツであれば結構落ちます。最近だとでもそういうシワにならないような素材、テロテロした素材のパンツであったり、まあ女性だったらスカートっていうのはたくさん出てると思います。まあ、私自身 100% 綿みたいな服をあんまり着ないんですよね。シワになるのがすごく嫌で、あのズボンとか基本的にはそういうサラサラ素材、ちょっとナイロン系が入った素材のパンツを使っています。で、下着に関しても、まあ、安くて本当に汚れてしまえばすぐ捨てればいいっていうような、綿パンツもありますけど、基本的にはちょっとサラサラしたような、まあ、ユニクロとかのそのシームレスに近いようなサラサラしたようなパンツを履くと汚れも結構簡単に落ちるので、まあ、そういった素材を選ぶっていうのも大切なのかなと思います。で、車椅子に対して漏れ防止の一つの案としてなんですけども、クッションの中に私はいつもこんな感じで防水シーツを下に入れてます。はい、こんな感じでね、防水シーツを下に敷いてます。こうすることによって、もしこうおしっことか尿取りパッドからもういっぱい溢れ出しちゃって横漏れしちゃった時も、この子が吸水してくれるので、車椅子より下にね垂れていくっていうことがありません。自分の中で漏らしたなって思っても他人に対して分かるっていうことはないと思います。まあ、ただ、まあ、スティムライトの場合だとこうすることによって、まあ、こっちにね空気が流れるようになってるにもかかわらず、ここで塞いじゃってるのでちょっと蒸れるっていうのはありますが、でもクッションとしての役目にはちょっと蒸れちゃう以外は何のデメリットっていうのもありません。で、ロホの場合なんですけど、私以前ロホを使ってた時はこのロホの裏面にね敷いてたんです。このゴム素材があまりにもこういろんなところに尿をこう通していくもんだから、敷いてても結構意味がないというか漏れてしまうことがたくさんあったんです。じゃあって言ってこっちの上面にこういう風に敷いてたんですよ。で、そうすると絶対ってわけではないんですけど、このロホのこういう役目をちょっと殺してるんですよね。ロホの良さをもう殺してることになっちゃうので、上に敷いた方が漏れる確率っていうのはほぼないんだけど、褥瘡が心配な人に対しては上に敷くっていうのはちょっと不安な点でもあるのかなと思いました。はい、トイレでどうやって自分で処理するかっていう話なんですけど、まあ、結論、もうどうすることもできないので、まずは着替えるっていうことしかできません。で、大体が私は尿取りパッドにうんちがこうめちゃってなってる時があるので、まずは尿取りパッドを取るんですけど、私の場合形勢が強くて足をこうガバって開いておくことができません。こう閉じちゃうんですよ、すぐ。だから真ん中からこう取ると、もう太ももの裏とかに、お股とかにもうんちちゃんがいっぱいついちゃいます。でも仕方ないんです。だからこういう風に脱ぎますよね。こう脱いである程度ここら辺まで下ろしたら、こっからもううんちちゃんを取って自分で持ってる袋に、ゴミ袋にうんちちゃんを入れる。で、その後にお尻拭きとか、お尻拭きも普段自分で持ってるので、こう持ち上げてこう持ち上げて、こういう風に裏面とかね、中をもう拭いていく、自分でこうやって持ち上げて、こう裏面とか拭いていく。で、この時に便座にもうんちちゃんがいっぱいついてたりするんです。なので拭いてまたつかないように、こう見える範囲でこう便座をね拭いてあげる。そういうのをもうずっと何回も繰り返します。だから
お尻拭きは基本的には洗い流せるお尻拭きを持っていた方がおすすめです。なんか顔がずっと見えないとあれだね。あとはこういうふうにもうお尻を自分でお尻拭きで拭いていくしかありません。でズボンも汚れてしまった場合はもう交換します。私も1枚だけはズボンを持っているので交換して、あとはもうゴミ袋に入れてお持ち帰りっていう感じですね。なのでそういう時に敷きおむつとかがあると結構匂いをこう閉じ込めてくれたりするので、やっぱり1枚2枚持っておくっていうのがおすすめです。一生懸命もういろんなところ拭いて、で最後は乗り移ってですね、車椅子に乗り移ってから地面とかにもうんちちゃんがついてたりするんですよ。そういうのを全部トイレットペーパーとか、まあ、自分が持ってるウェットティッシュとかで拭いて帰るしかないっていう感じですね。はい。で前も紹介しましたが、私お出かけするときにリュックは基本持っていません、車椅子の下にこういうアンダーバッグをつけています。でこの中に着替えとかっていうのを入れてるんですけど、じゃあどれくらい入ってるのかっていうので、まず、まあ、こういうポーチがですね、カテーテル用のポーチになります。で、あとこれが敷きおむつ、尿取りパッド、今日は1枚しか入ってない尿取りパッドが1枚と、あ、敷きおむつまた出てきた、これ敷きおむつと、あとはなんかちょっと前にもらったウェットタオル、まあ、お尻拭きとか体が拭けるこういうやつと、でこれはうんちちゃんセット、ゴム手袋とかワセリンとかが入ってるやつと、これですね、着替え用のパンツ、ズボンはあんまりかさばらないようにピタピタのテラテラのもうちっちゃくちっちゃく折りたためるようなジャージを持ってます。これとパンツが今この袋の中に3枚入ってますね。でゴミ袋であったりとか清浄面とかっていうのも入ってます。これくらいのいっぱいこういういろんなものがこれに入ってます。うんちちゃんとかした場合はもうこれに一緒に袋に入れちゃうっていうくらいもいっぱい入るんですよね。でリュックに入れてるわけじゃないので、おトイレ専用バッグくらいの勢いでなってるので、これの中に入れてしまえば他のものがね匂うっていうことがありませんね。うんちちゃんを持ち帰るってなったとしても、コンパクトに必要最低限なものを持ってうんちちゃん対応をしています。やっぱり流せるお尻拭きがあるのは結構最強ですね。で最近だとアルコールシュッシュもいっぱいトイレにもあるし、自分で持ち歩いてたりするので、うんちをした後うんちを漏らしてしまったあとは最後に便器を私はアルコールでこう拭いてっていうのがあります。まずは自分でできるだけの対応をしていく。でも本当にどうしようもない時は帰るっていう選択肢があるのかなと思いますけど、そういったこともちょっとできないので、若干こううんち臭っていうのはあるんですよ。まあ、自分しかしない場合もあるんですけど、なんかどうしても綺麗に拭けてないところとかがあってうんちちゃんが残ってたりするっていう時もあるので、少しこういうフレグランスをね持ち歩いてちょっとまた騙すみたいなこともやってたりします。はい。漏らしたとしても他人に害がなければ私は別にもう最近気にしないなっていう風になりました。例えば尿漏れであっても、自分が車椅子に座っていてそれで少しお尻が濡れているのであれば、もう仕方ないって思って一日過ごしたりもします。別に他が汚れるわけでもないし、尿の場合はそんなに匂いがあるわけでもないので、もう自分のお尻でがちょっとびちゃびちゃなってるけど仕方ないなという感じです。ただ便に関してはやっぱり、匂いがあったりするのでなかなか大変ですけど、でも食事管理とか体調管理をすれば便がこう漏れるっていうことも、私はあんまり外で漏れることもやっぱりなくなりました。まあ、一番はやっぱりこのアナプラさんですけどね、アナプラさんがあることによって、何か食事をしなきゃいけないっていう場合はこれを刺しておけばある程度は少し安心できるようになったっていうのが強みでございます。今回はもしうんちちゃんを漏らしてしまったらお家ではどうするのか、外出先ではどうするのか、どういう対処が事前にできるのかっていうことを
お伝えさせていただきました。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。